斉藤さんによるスライブ等をやめるから始まる、業務改善とインフラストラクチャーズコードでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。斉藤です。 ID コインを打っています。ですね、まあ辛いことをやめるっていう話をするんですけども、辛いことっていうのをやっぱり正面から向き合うって結構心のハードルが高かったりすると思うんですよね。で、その心のハードルをどうやって論理的に乗り越えていくのかっていうお話になります。でですね、いろいろと体験談をさせていただくんですけども、表向きは成功談に聞こえるかもしれません。ただですね、結構私ずっこけたりとかですね、回り道をしたりして、この成功例に行った経緯、なぜこれを選んだのかっていうそのプロセスをきちんとお話ししようと思ってます。ただ単純に成功しました、うまくいきましたっていうのは、いろんなカンファレンスでいろんな話を聞かれてらっしゃると思うんですけども、それとはちょっと違う形でお話をしていこうかなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、ツイート、自由です。実は、まあ、2つ並べてて、会社用と個人用並べてるんですけど、ハッシュタグ見ながら、講演していきます。ヤプシー ACIE を使ってツイートしてください。はい、僕です。斉藤雄一郎って言います。ハートビーツっていう MSP の会社にいます。で、MSP っていうと、まあ、サーバーの構築、運用、補修、障害対応、そしてうちはチューニングとかですね、ソースコードがいろいろとあれだったら、ここ変えてもらってもいいですかとかですね、そこまでやったりするんですけども。その舞台とはちょっと別にですね、私は組織全体の生産性とかそういうところを向上させるお仕事です。伊藤さんの話とかを聞いたことがある方はご存知だと思うんですけども、デベロッパープロダクティビティって言葉、伊藤さんとかの話で聞いたことある方いらっしゃいますか？デベロッパープロダクティビティ、ありがとうございます。ちょっと少ないかな。生産性を向上させるために専門の人または部隊を設けたりとかするところって組織で時々あります。で、私は実はそこにいます。大企業だと標準化グループとかそういうところでやってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。はい、こんな本去年書いたんで買ってね。はい、はい、じゃあ質問。はい、私はソフトウェアエンジニアだって手を挙げてください。ちょっとね、喋る内容を考えて振りたいので、質問してます。 ありがとうございます。4万人くらいですかね。はい、 IT インフラとかの運用のエンジニアの方手を挙げてください。おお、半分くらいいるな。ありがとうございます。PM とか組織マネジメントの方いらっしゃいますか？ ありがとうございます。そこそこいるな。あ、実は私経営者だとかデザイナーだとか全然違うんだけどもっていう方いらっしゃいますか？あ、時々いらっしゃいます。ありがとうございます。まあ、ソフトウェアエンジニアとオペレーションエンジニアの方が半々ということで、ありがとうございます。はい、今日のお話の流れなんですけども、最初はですね、辛いことはまあみんなから簡単に聞けるよっていう話と、重要な人から巻き込んでいく、そしてちゃんとパフォーマンス測定しましょうっていう話を流れていきます。で、その前にちゃんとバックグラウンドを話すという感じになります。はい、バックグラウンド、まずハートビーツのちょっと会社についておさらいをさせてください。マネージドサービスプロバイダー、先ほど言いましたけども、サーバー構築運用補修、チューニング障害対応、いろいろとサーバーのことをアウトソースを受けるという会社をやっています。で、24時間365日、友人監視、要するにすなわちですね、24時間365日誰かが、お客様のサーバーを確実に守っているという状況を作っています。そして、ステーラブ、安定したセキュア、非常にセキュリティが高い。で、そしてカスタマーセントリック、お客様とちゃんと対話をする、お客様に優しいサービスをきちんと心がけてやっています。まあ、こんな会社です。はい、で、ちょっとじゃあそもそも辛いことが起きる経緯っていうのをちょっとまず最初お話ししてみようと思います。2012年のぐらいですかね、本格的にハートビーツでお仕事を発注してくださるお客様の方でですね、いわゆるAmazon AWS ですね、Amazon の AWS をどんどん使うようになってきたっていうお客様が増えてきました。そうなるとですね、今までの IT インフラというのはちょっと古い方だったらご存知だと思うんですけども、サーバーを物理サーバーを購入してキッティングして、データセンターで運転させるって時代でした。で、これ決定的に違うことが一つあります。サーバーが調達して動くまでのリードタイムとそのオーバーヘッド、
サーバーの実際購入っていうのはどんなに早くても 数日、まあ普通1週間2週間ぐらいでサーバーって届くと思うんです。ひるわいってアマゾンどうですかね。もう、API 叩いたらもうほぼ数分以内にインスタンス上がってますよね。もうサーバーの調達っていう考え方が劇的に変わってしまったっていうことなわけです。で、しかしですね、ハートビーツの中ではですね、まあ、今までやってきたオペレーションを踏襲していました。マニュアルオペレーションをずっとやってきました。でもサーバーすぐ立ち上がるんですよね。でそうすると、まあ、2012年ぐらいからだんだんオートスケールといういろいろとサーバーをですね、そのイヤースならではの運用の仕方をどんどん始めている中で昔のやり方を踏襲していたわけです。そうするとですね、だん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 歯車が噛み合わなくなってくるんですね。そうなんです、時代遅れっていうことなんだわけです。ああ時代遅れ、時代遅れが来るとだん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 辛くなってくる。何が辛くなってくるということで本題に入っていきます。はい、先ほどお話ししました通り、ソフトウェア技術を使ってサーバーインスタンスを管理できるようになりました。で、問題が出ました。ご存知の通り、サーバーインスタンスボン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 上がると、今までの物理サーバーのやり方で構築していくとどうしても手間がかかる、時間がかかる。そうするとオーバータイムワーク、いわゆる残業がどんどん増えていくんです。本当に残業増えてました、その時は。残念なことに。で、まあ、IaaS 自体で本当にマニュアルオペレーション続けんのっていう話なんですね。で、そうするとだん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 効果が要するに効率が下がってくるわけです。まあ、リードタイムがどうしてもやっぱり IaaS 時代には合ってこなくなってきちゃう。そして新しい仕事が日々忙しくなっちゃうと、皆さんも体感されてると思うんですけども、日々のことに忙殺されてしまって新しいことを始めることができなくなってしまう。だからますます新しい状況にキャッチアップできなくなるって、非常に辛い状況になる。これはどうしたのかってことになるわけです。悪循環がどん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 深まる。これが当初の状況だったわけです。わあ辛い辛い辛い、本当に辛い状況になってきた。そうなるとですね、日々の仕事に忙殺されるっていうことは、当然何が起こるかっていうと、新しい仕事もできなくなってしまうんですね。新しい仕事ができなくなる。となると、さあマニュアルオペレーション、要するにこれまでやってきた古いやり方を改めるのか、そしたらそれか IaaS を諦めるのか、こういう究極の選択を迫られるわけです。でも通常皆さん考えてみて、 IaaS の時代に追いつくっていうのがやっぱり普通ですよね。そういう感じになってきたんです。だから我々頑張ってどうやってやるかっていうのを考える必要があったわけです。さあそうなんですね、We need improvement、 いわゆる、まあ生産性を上げていく必要があるということです。はい、でも残念なことに新しいことを始めようとすると何が起こるか。抵抗勢力って何か某、総理大臣が言ったら覚え出せますか。新しいことをやるっていうことは、今まで自分がやってきたゾーンをやっぱり変えられてしまうことになるわけです。そうするといやおうなしにやっぱ抵抗にあってしまうわけですね。でもこれはですね、僕の同僚の批判ではありません。ハートビーツって会社はちょっとウェブ開発やってる会社だとちょっと違ってですね、日々ちゃんとお客様のサービスを守るっていうことは、やっぱり日々ちゃんと繰り返しの動作が正確にできるってこともやっぱり必要な部分があるわけです。だからこそちゃんと守れてる、だからこそお客様に安心を与えられてるっていう部分があるわけです。だからちゃんと軌道に乗ると、実はものすごくうまく運用が回るってことでも言えるんですよ。そのバランスをちゃんと整える必要があるっていう意味で、抵抗がやっぱりあるんですね。最初、今までこれちゃんとやってきたのに変えて大丈夫なんですか、斉藤さん。変えちゃうとアンステラブルになりませんか、不安定になりませんか。こういうやっぱり指摘があるわけです。そうです。これはちゃんと答えていかなきゃいけないわけです。そうなんですね。で、じゃあどうやって答えるのかって話なんですけども、これをやると僕らの生活は良くなる。どう良くなるかって具体的に話をするわけです。まあ、このあとプロダクトの話をするんですけども、実はですね、他のセッションでもなんか秘伝のタレをうんぬんかん、秘伝のタレって言葉を他のセッションで聞いたことがある方、今日 ありがとうございます。結構聞いてらっしゃるな。秘伝のタレをですね、大体サーバーを運用している会社、またはプロダクト、ウェブのプロダクトを作っている会社って大体持ってるんです。で、大体持ってる中で
今までその手順書通りに温かみのあるあのサーバーセットアップをしているところだったわけですね。でもそれって先ほど申し上げた通り IaaS 自体には合わないということになると、自動化ってやった方がいいよねって話になるんですね。でそういう時に、まあ、実はあのこの後話しますけども、シェフを使ってそのうちの今まで培った秘伝のタレをですね、ほぼ全て自動的にセットアップするっていうものを作って導入すると。そうすると何が起こるかって言って、今まで1台サーバー立ち上げるのに半日とかかかってたものが10分ぐらいで終わるわけです。正直言って腕組んで待ってれば終わりなわけですよ。そういう時代来たら楽しいですよね。半日あと半日と10分だいぶ違うよね。その後お客さんに提案をしたりとか、新しいミドルウェアを学んだりとか、他にもですね、もっとなんか早く帰れる、そもそも早く帰れるとかですね、そういうことが分かるようになる。そういうことをちゃんとメリットがあるんだよ、僕らにはすごくいいことなんだよっていうことを明確に伝えるっていうことが重要ですっていうことなんです。だから変革にはちゃんといいことがあるんだよ、その人にとっていいことがあるんだよ、いいことがあるんだよってお話をすることは重要ってことです。でこれはスタッフに対してはそうですね。でじゃあ上長に対してどう説明するのかって話があるわけです。斉藤、お前の工数は会社の金から出てんだぞって話になるわけですね。でもそうなるとですね、トータルでやっぱり工数を減らせるっていうことは会社にとってメリットなんですよっていう話をやっぱりしていく必要があるわけです。そういうところで自分に関わっているいろんなチャンネルの人がいると思うんですけども、その人その人に対して何がいいのかっていうのをきちんと抑えるっていうのが大きなポイントになってきます。ちなみにトム・デ・マルコもですね、あのザ・デッドラインって本、ザ・デッドライン読んだことある方いらっしゃいますか？ ありがとうございます。ソフトウェア工学とか勉強されてる方だと読んでらっしゃると思うんですけども、まあ人はですね、この変革が安全安心でない限り受け入れることはないって書いてるんです。やっぱりあのこれ1997年の本なんですけども、もうこの時代からやっぱりそんなに変わってないわけです。まあ簡単に言うと人の気持ちっていうのはそこまで大きく変わらないわけです、テクノロジーから考えて。まあそういうこともあってですね、まあ、この後もいろんな参考文献をお示しするんですけども、まあ、昔の人からも知恵を借りるっていうのも一つありかなと思います。はい、じゃあ、問題点を理解しようってことで、まあ、ヒントを探していこうって話になるわけです。当然、探していかなきゃいけないと分かんないんでね。で、どうやって調べるかって話なんですけども、全部を調べることは無理だと思います。私も無理だと思うし、できる人がいたら教えてほしい。だけどある程度洗い出すことはできる。で、方向性を示すことは多分できると思います。まあ、実際そのやり方は後でやろうと思っています。で、一番最初に大前提がお話ししてますけども、ゴール・リアリティ・ペアって書いてますけども、現状とゴールをちゃんと比較をして、その間のそのギャップをちゃんと認識するっていうことです。そのギャップを認識するのが一番最初にやることです。じゃあ何かなって話なんですけども、実はハートビーツの、社訓、実はこれ一番簡単な比較方法は社訓とか、経営理念からあと現状っていう話なんですけども、ハートビーツの社訓っていうか、経営理念っていうのがあるんですけども、みんな仲良くプライドを持って変化を楽しむって言葉があるんです。みんな仲良く変化を持ってプライドを楽しむ、すっごい分かりやすい言葉なんですけど、これすっごい難しいんですよ。私やろうとして、時々変革をやろうとする方、敵を作ってでもやろうと思う方いらっしゃると思うんです。私も実は若いことやってました。敵を作って、俺は敵になってでも絶対にこの問題を解決させてやるって思う方いらっしゃると思うんです。でもそれをやってしまうと受け入れる人もいるんだけども、受け入れない人はどういう身になるかってことなんです。その人のことを考えなきゃいけないんです。せっかく一緒にして働いてる仲間なんですから、よっぽどなんか気分態度が悪いとかだったら別ですけども、ちゃんとある程度一人一人の正義を持った状態で働いてるんであれば、一人一人の状況は尊重する必要がある。だから、みんな仲良くって言葉があるんです。これすごい変化が起きて一番最初僕苦しみました。でプライドを持ってっていうのは、大体エンジニアの人プライドを持っててそんな心配しなくていいと思います。で変化を楽しむって話なんですけども、これ楽しい要素って何だろうなっていうのは最終的には実務でやっていくときに落としていきました。これは後でお話ししていく、お聞こうと思います。皆さんの会社でも経営理念とかあると思うんですけども、経営理念と現状から比べてどういうギャップがあるかなっていうのは、もしよかったら紙に書き出して比較してみてください。それだとすぐに問題点が見えてくると思います。はい。でエンジニアのちょっとモチベーションの話にちょっと飛ぶ、ちょっと脱線する、脱線ってわけじゃないんですけども、話に移るんですけども、これハーバードビジネスレビューの論文なんですけど、インナーワークライフっていう言葉があります。で
知的労働者、僕らみたいなソフトウェアエンジニアとか、まあ、コンサルタントとかいろいろあると思うんですけども、その知的労働者っていう人たちは、やっぱりモチベーションによってパフォーマンスが左右される。皆さんどうですか、今日プログラム書く気分ねえなーとかありませんか今日は早く帰りたい、書けない。でも逆になんか不思議と朝から晩まで、いやなんかいつまででもずっとコード書けそうだなって日もありますよね。それ何なんですかねってことを、ちょっと自分もやっぱそうであれば他のエンジニアもそうなんだと思うんです。うん、そこでやっぱりちゃんとモチベーションをやっぱり高めるっていうところをやっぱり押さえておこうと。でモチベーションがやっぱりモチベーションってやっぱり幸せっていうのはすごい影響し合うっていうところも忘れないでほしいなと思ってます。結構エンジニアの幸せって何かとかっていろんな記事で取り上げられてると思います。プログラムを書き続けることが幸せとかいろいろとあると思うんです。でも実は僕はプログラムを書くっていうのはさっき一番最初自己紹介で書きましたけども、自然言語処理のコードを書いたり、株式のコードを書いたり、 CMS のコードを書いたり、今 IT インフラの自動化のコードを書いてるんです。本当に僕こだわりないんです。だからコードを書くっていうのは本当にお客様とか人に対して自分の価値を提供するいい武器だっていうふうに思ってるんです。だからもっと言っちゃうと、もっとお客様と関われる方が僕はハピネスだったりするんですね。だから一人一人のハピネスがちょっと違ったりするっていうのは押さえておくといいかなと思ったりします。自分が同じだっていうことと人と違うなっていうところのバランス結構難しいと思うんですけども、それって結構自問自答しながら、あと自分の仲間とかこういうヤップシーとかいろんな人と話しながら、なんか一般の触れをですね、だんだん合わせていくといいんじゃないのかなと思ったりします。はいですね。で、聞き方、インタビュー、クエスチョン、アンケート、質問紙ですね、2種類でやりました。で、あと大きく分けて2つの、ポイントがあったりたんですね。まあ短い作業なんだけど何回も繰り返すっていうのと、あとガツンと時間取られるんだけどそんなに繰り返さない作業っていうのが結構辛いやつの候補に結構上がってたってことですね。で、毎回毎回チバチバ繰り返すやつなんだって話なんですけど、マニュアルオペレーション前提で作られてる。でオートマチックにちゃんと、まあ、スクリプト組まれてたりとかそういうことは全然整備されてない。だから何回も繰り返しで辛くなるってことなんですね。で、あと長い時間なんですけど、これの方がちょっと深刻だったりするんですけども、情報共有がうまくいっていない。特に IT インフラの情報共有って何かって私の考えなんですけども、例えばサーバーの監視設定の識値変更、なんでこれをやったのかとか、サーバーチューニングでこのコンフィグレーションにしたんだけどなんでこれを入れたのかとか、ミドルウェアでこのバージョンを選定したりとか、このそもそもミドルウェア選定したんだけどなんでこれを選定したのかとか、そういう話があると思うんですけども、そういう情報ってちゃんと皆さん残されたりします？まあ、実はうちは若いスタッフがですね、そういうことをちゃんと残すように今すごく取り組んでるんですけども、当初そういうのがなくてですね、何が起こるかって皆さん IT インフラでよくありますよね。ドボーン、地雷を踏んで、なんかアパッチ再起動しただけなのにアプリが全部止まったとかですね、まあそれは例えば例ですけどね、そういうことが起こったんです。残念で、あとはですね、まあそんな感じで、まあ地雷があるよって話です。はい。で、じゃあどういうふうに解決していくかって話なんですけども、まあ難易度とコストで比較しようって話ですね。じゃあ難易度、まあ何が辛いのって話なんですけど、メンタルストレス。まあ当然ですね。あと仕事量。あと、リードタイム。あと、属人性ですね。ディペンデント・インディビュアスキルズは、属人性って読んでください。もっと正確、実は、ネイティブチェックしてもらったときに属人性ってこういうふうに書いた方がいいですと言われて教えてもらいました。で、あとテクニカルアンフェシャブルっていうのは地雷ですね、まあ、こんなのが辛い用品になるよと。あとコストは準備コスト、開発コスト、あと指導ですね、指導とかトレーニングをするためのコスト、あと組織に対してのコスト、要するに組織にもともとある程度決まった業務フローとかそういうものがあるわけです。で、その業務フローを変えるっていうとやっぱり大きなコストが発生するんですね。そういうものもやっぱり鑑みながらコストを考えましょうということです。で、こんな感じで私が調べた結果出てきました。
一番右上が、まあ、この後説明しますけども、まあ右上が、プライオリティめっちゃ高い、左下がめっちゃ低いって感じなんですけども、一番上がですね、監視設定自動化ってやつですね。IT インフラ屋さんなんで、監視設定っていうのは頻繁にやらない。だけど、やっぱり今までは手で一生懸命やってた。まあ、俺の納得しなきゃいけない。あと、ドキュメント自動生成とかですね。あとはですね、バックアップとか設定のルールとかですね。あと、こっちの方にはですね、いろいろとあると思うんですけども、まあ、問い合わせのやり方を変えようとかですね。あと、ナレッジをどうしようとかですね。あと、テスタブルサーバーインフラストラクチャー。まあ、結局これサーバースペックなんですけども、まあ、こんな感じで品質担保しようとかですね。やろうという話が大体まとまってきました。これアンケートとかヒアリングで大体まとまったことです。はい。で、第一章のまとめなんですけども、変化、この変化を受け入れると、すごく良くなるんだよってことが分かってもらえれば、変化を受けてもらえるんですって話ですね。あと、何かっていうのを、何が問題かはちゃんと特定しましょうということですね。あと、ちゃんと優先度をですね、難易度とコストで比較しましょうというところ。はい、質問は最後に受けます。はい、これを次はですね、必要な人から巻き込む、要するに一番ですね、協力してもらえそうな人、自分の仲間になってもらえる人は結構重要です。やっぱりどうやって一緒に踊ってくれる人をやっぱり探す。あと一番効果が出そうな人をうまいこと巻き込む。まあそういう感じで重要な人を巻き込んでいく必要がある。巻き込んでいくといいですよ。ちょっとお話をさせていただきます。はい。でこの中では結構私失敗談も混ぜながら喋ろうと思ってます。はい。アグネスっていうシステムについて説明をしたいと思います。一番最初の右上のやつですね。はい。で実は私4つぐらい社内システムを組んでいて、 HB エージェントと HB ジェンドックと、あと拡大自動登録一括登録システムってやつと、あとアクネスっていうのを作ってます。で HB エージェントっていうのはですね、先ほどお話ししました社内の秘伝のセットアップコマンドをですね全部まとめてあるものです。ですので構築に際しては、新しいエンジニアも古いエンジニアも大体同じパフォーマンスが出るレベルになっています。あとドキュメントを自動生成、まあ、お客さんに納品するドキュメントって結構なんか辛いですよね、書くのね。サーバーのコンフィグレーションとかなんか書くとすごい辛い。でそういうのを全部自動生成するツールですね。あと拡大、拡大、拡大って知ってる方いらっしゃいますか？素晴らしい、ありがとうございます。まあ、拡大っていうメトリック、まあ、今だとマカレルとか、データドックとかそういう SaaS に変わっていくと思うんですけども、そういうツールがですね、なかなかちょっと自動登録がうまいこといかなくて私のツール作ったとかいう話になります。はい。でアクネスって何なのかって話なんですけども、監視システムとメトリック収集システムに、設定を自動的に登録するシステムであります。で全てのエンジニア、うちの会社は、エンジニアが約60人ぐらいでですね、管理部の方以外は全員エンジニアです。その全員に対して、マニュアルコンフィグレーションから解放するってことです。で、一つポイントがあって、コンフィグレーションから解放するんですけども、実はサーバーの設定をですね、どうするかっていう話、あると思うんですね。で、このサーバー、例えばウェブのサーバーだとこういう設定、DB の設定だとこれとかあると思うんですけども、そういうルールは簡単な Python スクリプトを書いて、設定をしてもらうっていう仕組みを作りました。まあ、簡単に言うと、今までプログラム書いたりしたことないこと人に対してちょっとプログラミングについてのちょっと知識を得てもらうような仕組みをわざと入れてます。まあ、これは理由があります。はい。でなんでこれを作ったのかって話なんですけども、まあもう IaaS 時代に、ね、手動の設定は間に合わない、そんだけの話です。はい。でターゲットなんですけど、うちの会社には実は3つグループがあります。細かい、お客様、要するに数台なんだけども、たくさんの案件を考えている、チームと、一番なんかもう数千台とか下手するとある、まあ、一お客様なんですけども、数千台とかそんなぐらいあるようなお客様を数社だけ抱えているようなスタッフと、あと真ん中ぐらいのその中間ぐらい の, スペックのお客様がいて、一番上と一番下を狙っていきました。でなんでかっていうと、一番下のチームっていうのはやっぱり細かいコンフィグレーションって毎回毎回発生してオーバーヒット出やすいところで結構苦労するチームなんですね。でそういうところに対してやっぱり楽にしてあげたい。であとでかいところはですね、非常に標準化しやすい、定型化しやすい、まあ、でかいプロダクトやってらっしゃる方、特にソーシャルゲームやってらっしゃる方だと分かると思うんですけども、結構同じサーバー台数数千台とか言っても
大体決まった業務は大体グループが数個ぐらいで決まると思うんですよ。でそういうのを単純になんか全物さんじゃないですけども刺身にタンポポを乗せるようにですね毎回毎回やるっていうのはこれは辛いことなんです。この2つのチームに対してうまいこと還元できればなと思って対策をしました。はい。で内製をしてるんですけどもなぜ内製かということなんです。これすごく皆さんアーキテクチャを悩むときに悩むと思うんです。なぜ内製かでですね、私の個人的な意見を言わせてください。原則今ある OSS とか、商用プロダクトで問題解決するならばそちらを使った方がいいです。理由はメンテナンスをする仕組みが整っている。まあそれはもちろんメンテナンスの状況を確認した方がいいと思いますけども多くの場合ちゃんとメンテナンスされている、多くの場合より一般的な標準化がなされている、より多くの場合知見がインターネット上に散らばっています。ドキュメントも正確に書かれているでしょう。多くの場合は OSS を採用した方がいいというのが私の考えです。しかしハートビーツでは採用しませんでした。それはなぜかということなんですけども実はですねMSP っていうのはですねご存知の通りいろんなデータセンターを抱えていて例えば Amazon だけだからガッポーンとか言ってなんか一般化することができなかった。であとお客様もですねいろんなやっぱり要求を出してくるわけですね。こういう感じで緑がこうやってくれるとか実は同じサーバーのインスタンスの中にメムキャスト D が何個か上がってるとか、まあ、そういう要求をしてくるお客様もいらっしゃるわけです。だから一般どの案件も一般定式化っていうのが結構難しかったんですね。であと最後にですね先ほどもちょっと申し上げたんですけどもハートビーツではすでにちゃんと確立したお客様に安心安全を持って対応できる業務フローが確立されていました。でその業務フローはむやみに崩すものではないというふうに私は考えました。そのために今の業務フローに適切にあってしかも先ほどの2つの条件を満たすには最終的に内製する必要があるだろうということで、CTO と相談して話がまとまりました。でさあここで CTO って言葉が出てきた。はい。どうやって CTO を巻き込むかっていう話をどんどんしていきますからね。ですね、はい。CTO と私の方でですね、新しいプロジェクトが立ち上がるんで、じゃあそれでやってみるかって話で、まあ、十分検討した上で始めました。はい。で、ここからですね、どうやってやっていくのかって話をしていきます。で、導入の流れなんですけども、開発してパイロットプロジェクトに投入していい感じであれば、全部のスタッフに流していくってそういう流れになっていきます。はい。で Tips of Pilot Project って書いてますけども、これは僕が今まで失敗した中の経験の中で一番つらかったことをちゃんとヘッジしたらこの3つになりましたってお話になります。はい。まず CTO サポート CTO のサポートを得よう CTO の承認を得ようって言葉でいいと思います。実は私 CTO なんですって方いらっしゃいますか？ありがとうございます。なんかそういう方もいらっしゃるところがあれなんですけども実は私今までいろんな会社で社内変革とかいうプロジェクトをやってきました。でその時に一番やっぱりつらかったことが何かっていうとそれはあなたの独断なんですかってやっぱり言われることですね。あなたの個人の活動ですよねとかそれは組織として全体の意見なんですかとか一番辛いことはですね、組織として全体の意見なんですか。組織としての全体の意見ですから、だいぶ僕いろんな人にうまいことなんか浸透しなかったっていう苦い経験があります。変えなきゃいけないって僕はすごく思ってたんですけども、でも変えなきゃいけないって情熱だけでは物事変えることはできないんです。そもそも自分が変わらなければどうしようもない。ということでですね、CTO のサポートを得る。まあ簡単に言うと CTO が、よし、斉藤はこういうことやるから、みんなちゃんとやるように言って、まあ、そういうことをやってもらうわけです。これすっごい重要なんですよ。要するに組織全体に今からやること要するに組織の変革っていうのはこれは会社全体で上げなければならないことなんだっていうことを全員に形まずは形だけでもいいんです。形だけからでもいいから入ってもらうんです。そうすると自分が具体的な活動をするときに、まあ、この前、まあ、うち馬場さんっていうんですけども CTO 馬場さんがこんな話をしてたんだけども、まあ、ちょっと具体的にちょっと冷たいんでいいですかって言いやすいんです。すごくそうすると会社として組織として認められた活動としてやりやすくなります。
ですので、ぜひ CTO のリーダーシップを得てください。で、CTO の方にお願いしたいのは、リーダーシップをやるからね、彼がやるからねって言った時には、全力でなんか胸張って言っていただけたらなと思ってます。それが本当に僕はどんだけ助けられたかっていつも思ってます。はい。あと、メリットをちゃんと説明しようって話です。メリットの話っていうのは、まあ、先ほどもお話ししましたけども、みんな忙しいんで、まあ、変わりたくないんですよ。忙しいのに変わるためにもう少しパワーを使ってくれっていうと、最初聞いたらもう嫌になっちゃうわけですよね。僕だって嫌になります。はい。で、その嫌になっちゃうのを、なんとかちょっとお願いできないかな、まあ、いろんな言い方あると思うんですけども、絶対喧嘩しちゃダメですよ。喧嘩しちゃダメですよ。絶対喧嘩しちゃダメです。怒ったりしちゃダメです。怒りたくなったら自分の行きつけのバーに行ってクソーって言った方がまだいいです。または自分の嫁さんに、いやもう今日大変だったよとかですね、そういう話をする方がいいです。もちろん仲のいいエンジニア仲間でもいいと思います。少なくとも対象の人を直接怒ってはいけません。怒っても何のメリットもないです。怒っちゃダメですよ。で、このタスクはまず何なのかっていうのをちゃんと説明します。これはどういうもので、どういう具体的なメリット、どういうことが起こります。で、何のためにやりますっていうのをちゃんと説明します。まあ、HB アグネスを入れるっていう話をしますと、これは監視設定を自動化するための、システムを今度から導入します。で、そのためには、各端末に、Python ベースのエージェントを導入します。で、実は Python ベースのエージェントっていうのは CentOS 使ってらっしゃる方わかると思うんですけども、Python で動くと、特殊なモジュール入れなくていいので、IT インフラエンジニアの受けがいいんですね。これちょっと重要です。あと Go とか IT インフラエンジニアよく使ってるのはお客さんのサーバーに余計なもの入れなくていいっていうメリットがあります。ちょっと脱線しました。はい。なんで、お客さんのサーバーには特に迷惑をかけないし、で、サーバーの監視設定とか今まで一生懸命手で書いていたのが自動的にナギオスに反映されたり、各体に反映することができるんだよ。しかも数百台も一気にできるんだよ。いいでしょとか言って。サーバーの設定今まで何時間かかってた。でしょとか言って。いや入れようよ入れようちょっとね最初覚える必要があることがあるからちょっと協力してほしいですって話を具体的にしていくわけです。実際にこういう話してます僕。はい。まあ What Which で、まあ、これでちゃんと理解をしてもらうということですね。でトラブルシュート。で、トラブルシュートイミディエートっていう話をしましたけども、動かないんだけどよくわからないんだけどあれ少なくとも自分が担当しているチームのところからあれって声が聞こえたら反応してください。あれとかですね、あれとか声それで反応してください。もうそのレベルです。で、なんでこれを言ってるのかっていう話なんですけども自分のそもそもメインの開発タスクが忙しいから後回しにしちゃうって結構あると思うんですよ。自分本位で考えちゃうってことですね。ちゃんとスケジュールがもともとあるからそのスケジュールに沿ってちゃんと開発をしていくってことをやっぱりやっていかなきゃいけないってことを優先してやったりするんですけども、それじゃあダメだよって話になっちゃうわけです。やっぱり直らなくなったり動かなくなったりしたツールとか分かんなくなったツールって別に社内開発だろうが何だろうが使うのやめちゃいませんか。やめちゃいますよね。ああもう分かんないとか言って、まあ諦めずにやってくれる方たまにいらっしゃいますけども、まあみんなそんなに熱意があるって思わない方がいいと思うし、私も飽き性なんでやっぱり使わなくなっちゃう。だからこそ早くフォローするってことです。これも私結構失敗して今回は結構フォローは先にするようにしました。はい、そんなところですね。はい、あとですね、わざとこれ不況って言葉を使いました。で、これまあ3つやばくなって不況なんですけど、で、不況も結構私今回ちょっと知恵を絞ってやってみました。で、ドキュメンテーションはもう必須。ドキュメンテーション必須です。自分たちで動かしてもらうにはやっぱり重要なものっていうのはあると思うので、ドキュメンテーションもちゃんとやっていきましょうってところですね。でドキュメンテーションなんですけど2つポイントがあって、ちゃんとした、一本線 の, 流れ、きちんとした説明が1つで、あと Tips のやっぱりドキュメントをきちんと残すってことです。こういうパターンの場合どうすればいいとか、イレギュラーなパターンの場合どうすればいいっていうところって結構ハマった時にドキュメントが残っていると あよかったで終わるんですよ。まずドキュメント見て、あと同じ質問が来た時にもドキュメントのここに書いてあるから見てねって終わるんですね。ちなみにドキュメントはスフィンクスで作ってます。で、あとハンズオンの話をちょっと、したいと思うんですけども、皆さん勉強会とかでハンズオン勉強会って行かれた、まあシェフとか何でもいいんですけど行かれたことある方いらっしゃいますか。よいしょ。
ハンズオン勉強会行かれて、なんか良かったことあります？動かしたものが、やったことがすごい、こういうことになるような結果につながったので、すごい理解が、あ、なるほどねっていうふうになりました。ありがとうございます。すごい、なんか別に仕込んでないのにすごい違う。ありがとうございます。すごい、なんかもう、ありがとうございます。そうなんです、そうなんです。おっしゃられる通りなんです。あ、こういうツールなんだなって具体的に理解してくれるんですよ。あ、こっちのマイクに戻さなきゃいけないね。はい。具体的に理解してくれるんです。そうすると、あ、自分には怖くないツールなんだなって分かってくれると使ってもらえるようになります。だからハンズオンは絶対やる。で、ハンズオンは何回もやってください。スケジュールが合わない人がいるので、例えば2週間の間に月、水、1週目は月、水、その次は火、金とかですね、まあ曜日ずらした感じでですね、必ず何回もやる。まあうちスタッフ5、60人なんでそのぐらいで済むんですけども、何回もずらして、受ける人が、受けなかった人がゼロになるぐらいまでにちゃんとやるということです。そうすると理解が浸透しやすくなるということです。はい。で、今はですね、動いてるんですけども、実は設定の反映っていうのをチャットオプスでうちやってます。で、毎日これ流れてくるの嬉しいですね。はい。エージェントが動いて、はい、設定変更、急エグゼクパーンってやると、はい、実行しました、OK です、OK ですって毎日流れてきます。まあ、このぐらいのレベルまで自動化はなされているというところになってます。皆さん、開発だけじゃなくて、オペレーションも、はい、チャットオプスできますよって話ですね。はい、ここまでだ。はい。CTO のサポートやりましょう。まあ、プラン、トライ、フィードバックスプレッドって感じですね。で、CTO のサポートやりましょう。で、まあ、要するにお墨付けやりましょうということで。で、ハンズオンで心の、障壁を下げていきましょうっていうのがここまでのまとめです。はい、最後の章でパフォーマンス、どうだったのかってお話をちょっと、結果の話をしたと思います。まあ、単純に効果的なツールがあってだね、これをやると便利になるんだよって言葉はいくらでも聞いたことがあると思うんですけども、僕らは仕事でお金をもらって生活をしているので、お金に響かないとそれは意味がないことなんです。経営に反応がなければ意味がないことなんです。なんでちゃんと評価をしました。はい。まずですね、この開発は3週間でやりました。で、まあ、ちょっと3週間の数字を覚えてください。で、実際にパイロットプロジェクトからハンズオンが全部終わるまでは3ヶ月ぐらいになりました。で、それはだいたい去年の秋ぐらいなんですけども、去年の秋でだいたい終わりました。はい。で、何が起こったかっていうと、監視設定がうちの同僚の話によると10分の1以下に下がってるというふうに聞いています。で、それ1台10分の1ぐらいで、まあ、何台も増えるといろいろとあると思うんですけど、これうち IT インフラの会社で何回も同じことを繰り返しやっているので、やればやるほどどん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 開発した3週間っていうのはあっという間に取り返すことができるんですね。で、教育コストとかいろいろ3ヶ月ってありましたけども、まあ、3ヶ月の中全員動いてるわけじゃないんですけども、まあ、少なくとも私が使った3ヶ月の中での売り上げは楽に取り返せるレベル、新しい案件いっぱい取れるようになるんで、全然取り返せるレベルになると、まあ、簡単に言うとワークロードタイムの、下げた分が開発の時間を、まあ、超えてるっていうことで、ちゃんとこういう評価は僕は簡単でもいいんでした方がいいかなと思ってます。もっと細かい評価はあると思うんですけど、ちなみにこの評価をやっておくと個人的にもいいことがあります。何だと思いますか？わかるでしょ？すげえ、えげつない話ではあるんですけど、わかる人？給与査定でドヤ顔ができる。ありがとうございます。全く仕込みありません。ありがとうございます。そうなんです。給与査定でドヤ顔ができます。いや、本当ですよ。エンジニアって、ごめんなさい、マイク戻さないといけない。エンジニアってなんか素晴らしい技術、新しい技術、すごい技術を導入すると価値が上がる。まあ確かに価値上がるんですけども、他には特に経営をやってる、関わってるエンジニアの方、 CTO とかやられてる方、 CIO やられてる方、そうなんですけども、技術の底上げをする、技術を広げるっていうところはやっぱり評価されてる方多いです。で、それはなぜかっていうと、組織全体のレベルが上がって、より組織全体で面白いことを取り組むようになるからです。それは組織に対して非常にメリットがあるから、そういうところも考えて、まあえげつない話なんですけども、やるといいんじゃないかなと思います。はい。コストパフォーマンス、はい、まあこんな感じで、モニタリングのセットアップとアップデートの設定はガツンと下げられましたね。で、そうするとですね、お客さんがいっぱい、残業も減って、結構うち、ちなみに僕残業時間10時間以内なんですよ、毎月。
もう多分半年以上中時間なんじゃないですかね。あと10分はちょうど大丈夫ですよ。はい。10時間、ないんです。はい。で、うちのスタッフでなんかめっちゃ働いてる人たまにいるんですけども、まあ本当になんか大変な時期だったりする感じなだけなので、あんまりなんかひどい働き方してる人まずいないんです。で、そうなると何が起こるかっていうと、新しい案件を受けられたりとか、新しい技術を導入したりとか、まあ、また新しい人を雇ったりすることができるとか、新しいってことに対して未来に対して目を向けることができるんですね。で、未来に対してって目を向けるってモチベーション上がるじゃないですか。そうすると楽しくなってくるじゃないですか。だから楽しいスパイラルが生まれてくる、そういうことになるわけです。で、あとですね、サイドエフェクト、要するに 副作用って言葉じゃあれやかな、まあ、副次的効果って言葉にしましょうか。副次的効果なんですけど、実はアクネスにはスクリプティングが一部あります。で、スクリプティングなんですけども、プログラミングをすると IT インフラの運用はこんなに楽になるんだっていうのを実際に体感してもらうことができるようになりました。これはまあプログラマーの方にとっては当たり前の話なんですけど、運用の人っていうのは与えられた手順を持って正確にお客様のサーバーをお預かりすることが使命だったわけです。だけどその運用手順を毎回繰り返すと、やっぱりだん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 不調との量が増えてくると回ってこなくなっちゃうわけですね。人を増やさなきゃいけないから。でもやっぱり人を増やすっていうのは最後の手段にしたい、そう思った時にやっぱりプログラムを使って問題を解決するっていうことがすごく自分たちにとってメリットがあって、そしてプログラムを書くって結構面白いんだなっていうことを知ってもらえたのかなと思ってます。で、これうちの若手のレイさん、まあ、がですね、レイさんって方がいるんですけども、まあ、今日も来てくれてるんですけども、プログラミング部っていうのを任意でやってます。で、まあ隔週だよね、確か隔週でやってんだよね、プログラミングって週間に1回目ですよね。ありがとうございます。まあ隔週ですね。そうすると隔週に1回ですね、みんなで会社の中に勉強会できる、なんか小さな3、40人ぐらい入るイベントスペースがあって、そこにガッと集まって、そのレイさんが作った要求に沿ってですね、Python とか Go とかでウェブアプリケーションを書いて学んでいくということをやってます。で、あ、プログラム俺にもできるんじゃんとかって、もっとやってる方はですね、もう事前に課題解いて、当日はもうプログラム分かる人間に聞いて、どん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 意識を意識で、力を伸ばしていくということをやってます。まあ、そういう形で IT インフラの運用もプログラムを使ってどん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 改善をすることができるということも知ってもらったり、実際に実践してもらったりできるようになりました。ということで、はい、今後としてはやっぱりプログラミングを使っ、プログラムの力を使って、まあ、頑張っていこうと。で、まあ、問題解決もプログラムでやっていこうと。で、ただですね、普通のプログラマーと違うことは、IT インフラエンジニアっていうのは、他の人と決定的に、プログラマーとちょっと違うのは、そのミドルウェアとかオペレーティングシステムの知識を持ってるんですね。だからチューニングとかミドルウェアとか、問題の切り分けとかいろいろとあると思うんですけども、そういう知識を元にしてプログラムにしていくと。そうなると何が起こるかっていうと、今まで要するに、人の、なんか職人の伝統芸だった問題の切り分けとかですね、チューニングとかがですね、プログラムという形で標準化することができるようになるわけです。これはまた生産性の向上につながったりとかしていいのかなと思ったりします。はい、ここまでのまとめ。はい、うまいこといきましたって話ですね。で、プログラミングを使うと、うまいこと、生産性が上がるってことをみんな知ってもらうことができましたと。はい、そんな感じです。はい、じゃあ、最後のまとめなんですけども、まあ、同じことを繰り返します。みんなやっぱり変化は怖い、僕も変化は怖い、新しい人と付き合うのは怖い、引っ越しをするのは怖い、転職は怖い、いろいろとあると思います。でも受け入れると、もっといいことがあるってことが分かれば、その変化を受け入れることはできます。そこをちゃんときちんと洗い出す、そして人に誠意を持って伝えるってことを忘れなきゃ。で、ハンズオンをちゃんとやりましょう。で、ハンズオンは先ほど質問に答えていただいた方がもうおっしゃられていましたけども、心の障壁を下げます。で、あ、俺にもできるんだと、忍者んこれとか思ってもらえるんだったら閉めたもんです。だからハンズオンを使って普及をさせるっていうのは一つテクニックかなと思います。あとプログラミングを使って生産性を向上させましょう。まあプログラマーの人は当たり前なんですけども、はい、そんなところですかね。はい、こんな感じなんですけども、いや本当に
こんなに集まりいただきありがとうございます。そろそろちょっと質問に行きたいなと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。それでは質疑応答の時間に入りたいと思います。質問ある方挙手でお願いいたします。あ、じゃあ一番後ろの方すみません、聞きづらいかもしれないんです、はい、ちょっと答えづらいかもしれないんですけども、はい、仕事が楽になって、まあ、ちょっといいこともあるんだよってみんなずっと言うのはいいんですけども、はい、それによって自分のコントリビューションが減って、その人のコントリビューションが減って、はい、給与査定の時にドヤ顔できなくなるかもっていうふうな恐れっていう感じる人もいると思うんですね、はい、でそういう人に対してはどういうふうなそのアプローチが、まあ、どういうふうに信頼を勝ち取っていったかっていうのをお伺いしたいっていうのが一点と、はい、あともう一つはそのなんかスクリプト、はい、みんなそのプログラムを書いてもらうっていう話だったんですけども、はい、結構そのお客さんのところに入れたりとか IT インフラをいじるプログラムって書くの怖いじゃないですか、はい、なんかいじったりしたらなんか変なことが起きたらなんか大惨事になるんじゃないかみたいな、はいはい、そういうようなところっていうのは例えばそのサーバースペックとかのテストでカバーしてるのか、はい、あるいは例えばその元々の、親のツールの方で何かカバーしてるのかとかそういうふうな工夫みたいなのっていうのは何かあるのかなってこの2点を書いてありますでしょうか。はい、ありがとうございます。一つの質問が、プログラミング、まあ、要するに自動化することによってその人 の, その活躍の度合いが減ってしまうんではないかって恐れっていうのと、二つ目が、そのソフトウェアのテストをどうやってやってるのかっていう話でよろしいでしょうかね。そうですね、はい、ありがとうございます。まず1点目なんですけども、これはまあ CTO に率先してもらってるんですけども、人を増やさずにお客さんを増やすっていうことを大前提に考えているんです。で、その中であなたの生産性はここまで実はいかなきゃいけないんだけど、今のあなたの生産性はここですっていう形でどうやら評価をしていただいているようです。したがってソフトウェア開発、ソフトウェアの自動化を使ってその自由度を逆に自由じゃない、生産性を高めて上に乗っけられれば逆にその人のコントリビューションが上がるっていう仕組みを作ってやっています。したがって、まあ、ソフトウェアを使って自動化されたからといってコントリビューションが下がるんではなくて逆に今までの生産性の低さを高められてるってことを評価を上げられるっていうふうに評価をしているようです。で、2つ目なんですけども、当然プログラムなんですけども自動化というところなんですけども、サーバーそのものに入れるっていうことよりもコンフィグレーションを自動生成するとかそういう周辺ツールの開発を中心に今はやっているところなんですね。したがってサーバーそのものに大きな影響を与えるっていうものは私だけでちょっと今やってるんですけども、それは、サーバースペック と,、シェフ の, デイリーのビルドでカバーをして問題がないという確認すると、あと他のスタッフについては、そこまで際どいところは今触ってないので大丈夫なんじゃないかなというふうに理解をしています。回答になってますでしょうか。はい、ありがとうございます。やっぱりそういうふうなその最初の部分最初 の, 質問なんですけども、そういう CTO の方 の, そ, のそういうふうなそのコントリビューションをどういうふうにその査定するかみたいな、はい、ところっていうのがやっぱり大前提として大事なのかなっていうことなんですね。そうですね、はい、上長 の, そ の, 人事意思決定者が重要だと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ一番前の方。ありがとうございました。はい、今の発表だったやり方っていうのは、はい、多分すごいこういい感じに外堀を埋めていってこう準備用意周到にやってるイメージだったんですけど、はい、おっしゃる通りです。まあ、企業文化によってはそれと逆でガンガンこう下からアイデアを出していって、はい、トライアンドエラーでやっていくっていうやり方もあると思うんですけど、はい、小山さん的には、まあ、どっちがいいと思うとかそういうのあれば教えていただきたいです。はい、じゃあ僕の意見を言わせてください。ボトムアップがいいのかトップダウンがいいのかで、僕はトップダウンがいいと思ってます。なぜかっていうと一番最初の方でお話ししました、ボトムアップでやっちゃうとお前それ一人の仕事なんだよね、それは組織全体の意見じゃないよねって結構蹴られちゃうんですよ。で、組織を変えるっていうことは組織の承認を得なきゃいけないので上の人を味方につけるっていうことは非常に重要だと思います。ただ、私と CTO の関係っていうのは実は CTO は斉藤さんこういうことをやっといてください、期限いつまで以上しか言ってもらってないんですよで、そのレベルの関係性を作ればあとは自分与えられた責任の範囲が決まった中で自由に活躍できると思うので、いい意味でのボトムアップはできるんじゃないかなとは思ってます。いかがでしょうか。まあ、なんか理想はそのいい感じのボトムアップ下から上っていうのができるのが一番いいっていう感じなんですかね。
要するに CTO の温度を前提にボトムアップを積極的にやってことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、じゃあそちらの前の方変革にあたって上長や CTO から時々反対とかを受けたりとかすることもあるかなと思ったりするんですけど、はい、そういう時に説得する方法とかスライド以外のところで他に何かあったりしたら教えていただきたいです。ですね、これは CTO と僕がどうやって関わったかってことによると思うんですけども、どうしても伝わらない時は僕時間を置いてます。で、1ヶ月2ヶ月時間を置くことありました。で、それは何か、なぜかっていうと人間の気持ちっていうのは時間が経つと変わることがあるからです。なんかすごく宗教的な話なんですけども、この前そう言ったけども実際いろいろとやっぱり日々回していくとうまくいかないこととかうまくいくことって明確になってくるんですね。で、前僕こういう話したと思うんですけど、やっぱりこれちょっとうまくいかないんでちょっとやっぱりやらせてもらいたいんですよっていうと結構通ったりします。逆に自分が言ったんだけどダメだったものはやっぱ斉藤さん戻そうかって言われて戻したこともあります。なんかそういう関係を作っておくっていうのは重要だと思います。はい、大変参考になりました。ありがとうございます。はい、はい、その他、あ、じゃあ手前の方先生、先ほどの話にあった環境の話だったりとか、はい、Tips についての情報共有とか見てきたんですけれども、はい、具体的に効率のいいというか情報共有をスムーズにしていくといった部分でやられていることとかあるかというふうにお伺いしたいんですが、はい、うちの会社でやっていることでですね、毎週必ずやっているのが、新規プロダクト勉強会っていうのをやっていて、みんなが担当を決めてですね、新しい技術をガンガン調べてサーベイ発表してるっていうやつをやっています。で、全員発表なので全員調べてます。で、私も実は調べたりするんですけど、そういう形で最近の技術の動向っていうのを全員がアンテナを張れるような仕組みをまず作ってます。で、2つ目が先ほどお話ししたそのプログラミング部、まあ有志ではあるんですけども、結構参加者がいてその自主的に自分たちを高め合っている。で、3つ目がですね、チャットの中で雑談部屋があるんですけども、なんか適当にみんな流すんですよあと他にもですね、最近ババがブログを書いたんですけども、CTO だよりがあってですね、 CTO だよりになんかこれ読んどくという的な URL がザーって10件か20件貼ってあって、まあ、全部押しておくと大体最近の動向が上がるとか、そんなことをやってたりします。はい、すいません、ちょっと長くなっちゃうんですけども、そういう持ち回りで何かを発表してもらったっていうことをやってるんですけども、はい、でそれに対してこの前向きな人とちょっとその苦手な人とかっていらっしゃると思うんですけど、はい、そういった例えば苦手な人とかをそういうところに参加を促すというか、多分特に何かこう気をつけてるとかやってらっしゃることがあれば、先生追加でお伺いできますか。社内勉強会2つあって、さっき そのプロダクト勉強会は強制で業務時間なんですよ。で、ですので出なきゃいけないレベルになってます。で、もう一つの普通の社内勉強会、月1回やるやつは、モチベーションがあって時間がある人が出てくるんですけども、会社から、酒をご馳走するとかですね、寿司が出るとかですね、そんな感じでなんか、出てもらったりしてる感じです。はい、作り構成をつける的な。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、はい、あ、じゃあ、また。すみません、ですね、はい、一応その所属の説明をされたときにですね、はい、デベロッパープロダクティビティの、まあ、担当だったりチームだったりされているとお聞きしたんですけれども、はい、まあ、その、なんていうんですかね、まあ、その、まあ、通常の会社さん、通常というのはあれですけれども、はい、まあ、一般的な会社さんだとそういうポジションが置かれてない会社さんとかも多いかなと思うんですけれども、はい、まあ、その、なんですか、役職じゃなかったら、こう、なんていうんですかね、もしかしたらできてなかったかもしれ、今のようなその活動ができてなかったりだとか、はい、まあ、さっき の査定の時にもやっぱりまあ、そこが本業であれば確かに評価されると思うんですけれども、はい、別 その本業を抱えていて、はい、まあ、そこをプラスアルファ今のようなことをこうやろうとした時に、はい、なんかこう難しさがあったりだったりとか、まあ、どういうふうにやったらいいのかなっていうところの指針があったら教えていただきたいなと思います。はい、ですね、それは結構難しい問題だと僕も思ってます。まず自分の仕事の本来の仕事ではないっていうところなんですけども、確実にやるっていう宣言は上長にまずした方がいいと思います。これは絶対だと思います。
そこは。そうしないと、さっき言いましたけども、お前の勝手な活動だろうで終わっちゃうんですね。これは絶対、これは一番辛い結果になっちゃう。自分が辛い結果になっちゃうから、それは絶対避けるような状況をまず作ります。で、その後、自分がやっぱり仕事を片手固めやってる状況でどうやってやるかって話なんですけども、あまり残業はしたくはないと思うんですけども、もし可能であれば、僕はやってた頃は残業してることもありました。ただ徐々にうまいこと言ってくるようになってくると、うまいこと賛同してくれる仲間が増えるんですよ。さっきも言いましたけど、仲間が増えてくるとタッグを組んで上長と掛け合ってみてください。一人で戦わないってことです。問題に対して仲間を増やすってことです。絶対一人じゃなくて誰かと一緒につるんでやって、最終的にはプロダクティビティを上げる専門の部署が出来上がればベストかなと思うんですけども、お話に大丈夫でしょうか。こんな感じで、ありがとうございます。はい、非常に参考になりました。はい、はい、その他質問ある方、あ、じゃあ僕の方、ちょっと聞き逃してたら申し訳ないんですけれども、はい、生産性を上げるという面で各スタッフが多分いるはずなんですね。はい、そういう方の、どのようにどういう生産性が上がったのかっていう KPI とか置いたりはしていらっしゃるんですかね。ですね、うちの会社ではですね、細かく KPI は置いていません。これ多分言っていいと思うんですけども、実は営業の KPI もあまり細かくやっていません。逆にそういうことに対して拘束させないことで、精神的に軽い状態で物事に当たってもらえるようにしてます。逆に今までやった結果に対しての KPI をどうやって評価してうまくいったねっていうことだけを積極的にやるようにはしているように思います。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、その他質問ある方、のこと、今回のプロジェクトがエンジニアが50人60人規模だったという話だったんですが、はい、これが例えば10倍になった時、100倍になった時、はいはい、で人数が増えてくるとおそらく抵抗勢力の割合も増えていくだろうし、はい、そもそも CTO の意向が届かなくなってくると思うので、はい、大きくなればなるほどレイヤー化していくので、はい、そもそも喋ったこともないよと人が増えてくると思うんですね。はい、でその場合におそらく自分なら取られるであろうアプローチで何かいいのがあったら、おそらくその場合もキーパーソンを攻略するという自体は変わらないと思うんですけど、それ以外で何か使えるメソッドなり使えるツールなりで今隠し持っているのがあったら教えていただきたいなと思います。なるほど。いや、全然隠すつもりないですよ。大丈夫ですよ。僕一番最初は勤めたのは富士通の子会社なんです。で、実は2000年ぐらいなんですけど、 Java のサーブレットを使って、2000年の頃で Java のサーブレットを使って結構アバンギャルドだったんですね。今で言えば何を使ってるんだな、React.js で画面を作るぐらいアバンギャルドだったと僕は思います。で、実はその部署だけ徹底的に新しいことをやるっていうことでうまいことをやってました。要するに大体5、60人ぐらいで1セットでやるっていうのをやっていく方が良くて、その後うまくいったら実は上の人って結構見ていて、じゃあみんなでやるかって言ってだん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 他の部署にも広がっていくっていう風に私は見てきたので、まとめるとまず 5,60 人単位でやってみるのもいいんじゃないかなっていう風に思います。はい、プロジェクトとしてはこれぐらいのサイズでもう完成させて、はい、広がるフェーズを増やすという。そうですね、一気にやっぱりスプレッドってやっぱりよっぽど経営、大企業でトップダウンって感じにしない限りは無理だと思うので、ある程度のセグメントを作って、ボトムアップとトップダウンをうまいことバランスを取るっていうのが私は、いい着地点じゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。はい、では次で最後の質問にしたいと思います。質問ある方挙手をお願いいたします。あ、じゃあ中の方。ですね、先ほどの質問で細かい KPI を置かれていないということだったんですけど、はい、お話の中で実際の成果をきちんと、評価することが大事っていうことをおっしゃって、はい、いました。はい、そこの計測の仕方っていうのをどのようにされたのかっていうのは、はい、ポイントっていうところなんですけども、確かにKPI、これちょっとある種矛盾してるよなっていい質問だと思うんですけども、うちの KPI の使い方は足を引っ張るってことでは使わないんです。
足を引っ張るっていうためには使いません。で、それは成長したか成長しなかったための指標でしか使っていなくて、なんかどうしてもあの皆さんって KPI っていうと足引っ張るって話も出てきちゃうんですけど、そういう形では使わないっていうことで、設定をしてます。で、回答でいいですか。そうするとあの、はい、その何ですかね、そのそれぞれのパフォーマンスが上がったっていうような、はい、その評価を集約して今回の、はい、あのプロジェクトの成果としたっていう感じですか。そうです、その通りです。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、それでは以上となります。斉藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までありがとうございました。お願いします。お願いします。